かまぼこ板を工作用に取っておきましょう。まずかまぼこを開けます。かまぼこを板から剥がすときは包丁の背の部分を使います。端っこから背の部分を入れたら板に押し当てるようにしてかまぼこを剥がしていきます。刃の部分を使うと板まで削ってしまいます。かまぼこ板を工作用に使わないときも同じようにしてください。かまぼこ板はまな板になります。こんな風に切っていって器として使ってわさび醤油を添え板わさとして食べても美味しいです。でも今回は板を傷つけたくないのでまな板の上で切ってください。切ったかまぼこは美味しくいただきましょう。かまぼこ板をたわしでよく洗って水気をしっかり切ります。乾かせば工作用のきれいなかまぼこ板の出来上がりです。